久保さん柊木君、安晴君、<laughs> 安く君来たらしいじゃないですか、ね、昔、なんかライブ放送してるときになんか歌、ね、ライブ放送をご覧の皆様みたいな感じで歌ってましたよね。うんまあ僕もあの39になりますよ、10月1日で。早、はいですね ま、今回ね、久保さん、あの、僕ね、セールス、ちょっと違う形でやってみたんですよ。買うなっていうセールスですね。ま、セールスレターもね、買っても、結局、あの、買うっていうことは、教材を買うっていうことは、勉強する時間を生み出すんだよと。で、その、勉強する時間を生み出しといて、これやらなかったら、その時間無駄だよねと。 で、目的は何なのっていう話をしてね。まあ、セール理スレターで書いたんだけども、まあ、東大で、えー、受かろうと思っててね、勉強してるんだけども、うん、東大の試験を受けないっていう選択はあるかってみたいな書いたんですけど、まあ、ないじゃないですか、普通に考えて。東大に受かろうと思って勉強してるのに、試験受けに行かないみたいな。<laughs> だから、目的はどうなのかと。教材を買うっていうのはあくまでも手段であって、目的ではないと。だから、やらないんだったら、 ね、時間を無駄にするだけだし命を無駄にするだけだし買うんだったらやるべきだし別に買わなくても無料でもいくらでもあるよっていう話もしたしうんまあそれでもめっちゃ売れてますね <laughs>、まあ、今回は結構ね買うな買うなって結構言ったんであんま伸びないかなと思ったら結構伸びてますねまあ商品がね390円で安いっていうのはあるんだけどもまあそれも書きましたからね <laughs> その安いからに騙されるなっていう <laughs>、うん。そうまあ、結局買ってもね、見る時間が生まれるだけですから。うん、まあでもね、嬉しいことに、まあ、早速お客さんの声が来まして、で、めっちゃ良かったですっていう声来たんですけど、まああとはやるだけなんですけどね。うん、そうまあ一つ、まあ、ああ言えることは、久保さんと僕の共通ポイントとしては、 あの、商品を売り終わってもやっているという <laughs>。億万長者合宿が終わってからもう3年ぐらい経ちますかね。うん、なんか、早いっすね。うん、だって今、令和3年ですかだあれ、平成の最後にやったと思うんですけど <laughs>。うん、まあ、それでもまだやってますし、この億万長者合宿リターンズももうね、佳境に入ってきてもうちょっとでシリーズ終わりますけど、また新しく1話から始まると思うんですけど。 まあ僕15話ぐらいまで作ってるんで名前をねもう次リターンズの次はまた作ってますんで大丈夫です久保さん15個ぐらいもある1万5000本ぐらいのシリーズものタイトルは決めてるんでうんあ久保さん次あれですよ久保さん もう決めてるのが、久保田さん次のシリーズ、ちょっとびっくりしたんですけど、億万長者合宿マトリックスでしたね。<laughs> ね。この前ちょっとマトリックスの話しましたけど、まあ映画もやりますしね。映画続編やりますからね、あれね。マトリックス。リターンズの次マトリックスでした。で、マトリックスの次ビヨンドで、<laughs> ビヨンドの次がソナチネで、次がブラザーで、 次バトルで、億万長者がバトルで、次億万長者ゴースト、億万長者合宿マノン、億万長者合宿シェル、億万長者合宿花火、もう北野武しか、みたいなね。<laughs> もう北野武の映画のパクってですけど。<laughs> そう、はい。早いですね、時が経つなうん。あ、そうそう、久保さん、さっきね、僕動画撮ってきたんですけど、あの、R34 売ります動画をね、 あのちょっと撮ってきたんですけどやっぱねまあ動画撮りながらねあのー、いろいろな思いがね、えー、巡ってきましたけど <laughs> う<ん>まあ思い出は残りますからねうんそうまあ,あ変わり続けることが大事なんじゃないですかねうーん 時代は変わってるし、情報も変わるし、ものも変わるし、だけどあなたは変わらないんですかと。これからどんどん変わりますよ。うん。あなたが変わらなくても、時代は。情報もものも全部変わります。今ポケベル持ってますか今ポケベル持ってますか持ってるものも変わるんですよ。僕今 r 3を持ってますけど、1年後にはもうないかもしれないですね。売れて。うん そうだけど残るものもあります残るものって何かっていうとやってきたことですそうやってきたことは残ります、うん、経験として思い出としても残るし、うん、でもその何もやってなかったらその思い出もそんなになんだろうな深い思い出にはならないでしょうね、うん、久保さんも少なくとも過去を振り返ってまあ自分ではあんま言わないと思いますけど まあでも本当振り返ってみると、あの時あんだけようやったなって言えるぐらいやったと思うんですね。もう24時間お客さんと会ったりとか。今ちょっと無理だなか家庭もあるしみたいな話じゃないですか、うん。僕もこの5年振り返ってみてようやったなっていう思える5年ですからね。かあっという間でしたね。うん。そう。まあ、なんかまあね。 あのー、2ちゃんの作った雪、えひろゆきさんかあ、暇つぶしみたいな言葉ありましたけど、うん、人生とは何だろうな。まあ僕ね、これ、がなりさんに聞いたんですよ、高橋がなりさんに、人生とは何ですかって聞いたときに、確認だねっていうこと言ってたんですね、一言で表すなんですかみたいな。 まあ今言えるのは確認かなと。で、その、まあ、今まで自分がやってきて、その、やってきたことを確認した上で、まあ、よくやったなと思えるであるならば、あそういう人生がいいんじゃないかなと。だ確認できる人生。確認することもない人生だったらつまんなくないですか。うん、ちょっとガナリさんの言葉ですけどね。まあ本当にそうだなと。確認もできない人生って、どうですか。<laughs> 思い出がない人生ってどうですか。 うん、だからまあ、うん、長さじゃなくて深さだなっていう人生とはあ人生とは長さではなく深さであるとこれにしましょうか人生とは長さではなく深さであると言ってらっしゃい。